みんなこんにちは。今日はね、モッティお兄さんがみんなの大好きなゾンビステージアンで前線にボン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 飛びながら立ち回っていきたいと思うよ。みんなよろしくね。さあ矛を持って突っ込むよ。あー、やられちゃった。でも大丈夫、なぜならゾンビでステージアンだから速攻前に戻れちゃうんだ。すごいね。さあチャンスあれば突っ込むよ。そして死ぬよ。そして復活してすぐにジャンプだ。これを繰り返せば全然みんな安心してポコがもう出ちゃうんだよ。43 いいぞいいぞ、もっと攻めろ。おっと、いけるかな、間に合うかな、味方頑張れ。おっと、しかしこう突っ込んでこられたとしてもここで止めればだい、いった。大丈夫。さあみんな頑張れ頑張れ。ちなみにステージャンしてるジャンプ状態の時のイカちゃんにタッチしてもジャンプできるから、それでステージャン戦法とかゾンビ戦法とかもできるよ。さあ倒したら速攻で突っ込んで、速攻で濡れてるところだけ上がって、なんか死んで突っ込んでいけ、ゴー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 、ダイオイカだ、やったー、待てみー。こんな感じで前線にステジャンでゾンビで飛んでけばガチポは勝てるから、みんなもこのギア真似してこの戦法で遊んでみてね。ということでモッティお兄さんのステジャンジャンプゾンビの動画、今日も元気よく行ってみよう。あ、どうもモッティです。はい、っていう動画ですね。やっぱ冒頭の最初の1分半2分ぐらいはちょっとキッズをちゃんとしっかりね、心がっつり掴んだ上で、僕の本心をちょっと今日は語っていこうかなと、まあ、いうふうに思ってるわけなんですけど、まあ、とりあえず、だいぶ、遊んでたわけではないんですけど、腕前がね、闇心特有の何がしで、まあ、何それ。ああ、ステージャンあったのに、まあ、僕ね、はいはい。溶けてしまったんで、もう嫌になって、もうひたすらステージャンでもう突っ込んで死んでやろうっていう気持ちなんですけど。知らねえよ。わあ、俺が、おお、行く行く行く、こういうのも行くから、こういうのも行くから、引かねえから引かねえから今日、イエーイ。おー、どこだどこだどこだ、持たれる持たれる持たれる、持たれたとしても後ろにいるから倒せる、はい倒せる、倒せない、はい倒せない、はい倒せる、倒せる、はい倒せる。じゃあのね、なんでこんななっちゃったかって話からまず経緯から話させてもらってもいいですか。あのね、なんだろうなと、この前さ、その言った矛のさ、解説動画上げたじゃないですか。その、40の秘訣、カッコ39しかないカッコ閉じ、上げたじゃないですか。OK。あれね、結構まあ、ご好評いただけたみたいで、なんかものすごく、その、一番動画の最後にさ、高評価ボタンよかったら押してねって書いたじゃないですか。したら、めちゃくちゃみんな押してくれて、いや、すごくありがたかったんですけど、いや、なんか、やっぱり、字幕とかあった方がいいのかなって思いながら。まあ、字幕があったからよかった。うわー、死なない防御。なんか字幕があったからよかったのか、なんか僕が言ってたことがよかったから、高評価なのかなって、思って。クリア、うわー、何それ!は?あー、あー、そういう、ステージャン入ってるのに今日。ああ、もう怒ったもん。怒ったもん。怒ったもん。もう俺すぐ突っ込むから。すぐ突っ込むから。すぐ突っ込むもん。まず、一人で突っ込むもん。一人でいない。いないもん。いないもん。何の話してましたっけ?あら、もうそうそうそう。だから、どうなんだろうと思って。どうなんだろう。実際、どうなんだろうなって、すごく思ったわけですよ。ね。まあ、なんか、そういう、ああいう感じで、まあ、字幕を入れてほしいという感じの、よかったねーだったら、まあ、暇な時に、時間ができた時にやろうかなって感じで。もう、それはそれで、あ、それはそれでいいんですけど、じゃなくて、やっぱその、
あの矛の立ち回り自体はまあまあまあね、僕は自分がいいと思ってるからいいんじゃないって思うんですけど、もしいいなっていう人がさ、結構本当にね、何十人だとまあ足りないかもしれないけどさ、何百人何千人増えてくれてたらさ、多分ガチ矛バトルってものすごく面白いものになってるはずなんですよね。うん、っていうのを僕今日ですね、このね、OK。はい、見えてる。あ、ナイスナイスナイス。うおー、まあ、31まで進んでますけどね。この、マサバ海峡の矛やってって思ってさ、なんか、ね。ガチ矛って、矛を運ぶゲームだよな。なんでみんな矛見ないんだろうな、っていう見れないのは仕方ないと思うんだよね。例えばさ、矛ちょっと背中にしちゃったけど、手前に敵が2人ぐらいいて、俺これとりあえずこの2人、引っ付けとけば、絶対その方が、いいよねっていう場面とかってよくあるじゃん。そういうのって、まあ、戻れないから仕方ないっていう場面って、いいと思うんだよね。じゃない場面でさ、でもその俺がさ、3人も4人もいるわけがないんだよね。同じ状況下で。そういうのを見てると、あ、ダッサ、おっそ、キルロがおっそ、すごい思ってさ、ね、ちょっとさ、拡散していかないといけないのかなっていう、またね、思うわけですよ、本当に。ずーっと僕そんなこと言ってますけど、もう、おととしぐらいから。おととしからずっと言ってて、でもそれでも未だに変わらないってことはさ、それ以上に何かこう、確固たる、死ぬ生きる、ここ、いない。もう、潜る、じゃあ、よっしゃ、勝ちました。もうここ入れたら勝ちですから。ここ入れたら勝ちなんだけど、バサバここは。なんだっけ、なんかもう、今日ちょっと雑談チックになっちゃってるってことは、それすなわち疲れてるっていう証拠だ。そういう証拠なんだよ。メンタル的にちょっと疲れてるわ、みたいな。そういう日だからこその雑談実況ですけど、ね。飛ぶぞね、何、うぅ、はい。どこ、そこ。はい、オッケー。まあ、つまりは、なんだろうね。なんだろう。なんか、うん。なんかもうちょっと基礎を大事にしようよっていうのを、やっぱ拡散させていくっていうのは大事なんだろうね。本当に。広めていくっていうのはやっぱ大事ですよ。うん。なんかあんまそういえば最近そんなことも言ってなかったかもななんて思いつつ、14の14ね。でも正直、肩払いたいですね。ぶっちゃけ。みんなー、もういいか。もういいかな。いやでもさ、とりあえず、ちょっと負けるまで、もう本当に、いわゆる、まあ、いわゆる、巷では、沼ジャンっていうやつ、沼ステジャンってやつですよね。ステジャンの中でも沼なタイプ。もうとにかく、一番前にいる人に対して飛んでくっていうのを今、やってってますけど、今日の動画は。沼ステジャンは本当に強いのかっていう。とりあえず負けるまでは、ちょっとやっていこうかなと思うんですよ。とりあえず。でもさ、俺もう一個思うのはさ、絶対、まあ、死にます。溜まるの早いね。沼ステジャン、増えるじゃん。ずーっと増えてく一方じゃん。増えていく一方ってことは強いんじゃねえのって思うんだよ。だって弱かったら、やらないでしょ。あい、うち。だよね。弱かったらやらないじゃん。ってことは多分強いんじゃん。強いんでしょ？多分それをやる人たちの中では。ね、ルール関係なしにさ。どうなんだろうねっていう。全然全く僕そういう立ち回り、ノバネオとかさ、カーボンとか、全然見えなかった。スパショじゃない、スプラッシュボム、今日スパショって言い過ぎじゃね？そう。ね。だから、今まで、ノバとかだったら、このギアって多分、割とさ、なんだろう、基本編みたいなところあると思うんですよ。ゾンビで、セジャンで、みたいな。ね、ゾンビはまあずっと僕やってますけど、いつも別の意味合いですか。もうさ、やっぱり、セジャン履いてた方がさ、いけるの、かなっていうさ。いっちゃ。もうパパパパーって、パパパパーっていっちゃい。パパパパ。はい。はい。届かない。うわぁ。
詰まってたかな、一人誰かいたかな。うん、これね、ステジャンね、ステジャンゆえの、ステジャンゆえの強さっていうのがだから見えたらいいよね。いいね、素晴らしい、完璧。タイミング見てしっかりね、前に出る。こういう、あー死ぬわこれ、あ死にます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 、ワンチャン割れないかなって思ってました。ちゃんちゃん。もうほんとこんな感じですよ、今日は。今日は。もう真面目さゼロですからね。モッティのいいとこ一番そいでますからね。モッティといえば真面目。真面目だからこそ、なんか、励ましたくなるみたいな。巷ではね、ファンの間ではそう言われてます。死にまーす。ファンってなんだよ。ファンってなんだよ。一般人のファンってさ、思うけども。それも置いといて、まあ、その、モッティのね、真面目さをね、全部阻害していくみたいな。はい、まあ、死ぬわなぁ。まあ、死ぬわなぁ。これいける？これま、やばい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 。やばい。やばくない。これでもだいぶ持ってるし、そろそろ、そろそろでしょ。そろそろでしょ。あー、危ない。ごめんなさいね。影になっちゃってね。すみません。ほっ。はい、こういうのがやっぱノバですね。もし、もうあとね、もうあと 1.5 個向こう側だったら、うちだったんですね、そこで、あ、ボムが。うぅ。いいじゃないか、肩の力、抜こうぜ。うわぁ、ああ、ああ、ああ、その投げたボムで誰かに死なねえかな、ボム。ちょ、まずいですね。だん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 、あれですね、引いてきましたね。やっぱだからさ、思うよね。これ、すごく思うのがさ、まあ、今ここす、飛んでないで、ちゃんとま、止めようと思ってここにいるんですけど、ずーっとステジャン、ステジャン、ステジャン、沼ジャン、沼ジャン、沼ジャンってやってたじゃん。試合展開がね、シーソーにならないと、なんつうのかな、傾かないっていうの。で、ここで止まると傾いて、で、次の一手させるじゃん。甘すぎるんだよ、出方が。そう、次の一手出せるじゃん。それがやっぱ、いいんじゃねえのって俺は思っちゃうんだよね、どうしても、どうしてもね。で、ここもすぐパッとここ持って前に出してね、4-1状態の時に前に出して置いとけば全然ね、こう次の展開に繋がってしっかり、まあピンチにならないみたいな話もよくいつも言うじゃん。でも結果今自分が死んじゃって 1-4 状態になっちゃったじゃん。で、相手のターンになっちゃったじゃんみたいなね、真逆じゃん、いつもと俺が言ってることと。それでも沼ジャン、ステジャンが耐えない理由っていうのは、何なんだろうねっていう。なんか、だん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 分かんなくなってきてる。だってこれ絶対キルで悪いでしょ、ここ持ってないのに。オッケー。今絶対直で当たると思ってなかった。あ、いいトルネ、いいトルネ。いいトルネでこのトルネに隠れて、はっ。あのさ、その、スクイックリンに対する甘い飛び出しやめません？今日、いくらステジャンで。もうちょっと今日不真面目トゥーンだからっつったって。これまあ勝ったでしょうね。お、めっちゃ見てる。俺のことめっちゃ見てる。3人見てる、3人見てる。3人見てて。あ、まずいんじゃないですか、これ。これまずいんじゃないですか。入られちゃったんじゃないですか。まずいんじゃないですか、これ。まずい、ナイス。一人ね、ずーっと隠れてたんですよ、そこに。だから僕大丈夫じゃないですかって言っちゃったんですけど。ネタバレしちゃったんですけど。まあそういうことでした、ね。はい。さあ、どうなんですかね。なんか手持ち無沙汰半端ないんだけど、このステジャンゾンビ沼ちゃん、どうなん、マジで。どうなの、腕前あかんだよな。なんかさ、今日1連勝してるんだよ、なんか3勝4連勝か、4連勝なかったんですよ、今日割とちょっとしっかりまとめ取りしなきゃなと思って動画撮ってるんですけど、全然そのなんか、あまりにもシーソーゲームだったり、あまりにもなんか、これ動画にするのみたいな試合多かったんで、なんか、あんまりしなかったんですけど。あ、前、もう集中力切れてるの、完全に。全然そんな4連勝、3連勝、4連勝なんか全くできなかった。おー、いいぞ、いいぞ、いけ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 、俺が倒そう、俺が倒そう、よっしゃー、次はボムを投げるぞ、ボム投げて、よーし、倒したから、持ってく、持ってけ、持ってけ、いいぞ、いいぞ、持ってけ、持ってけ、やれやれ、どんどんいけ、俺はキルに宣伝するぞ、なぜならステジャンゾンビだから、はい、はい、あ、うぅー、まあでもそ
このキルを取ったことによって3・1状況でさらに味方が保護を進めてくれる。素晴らしい。ほら、保護さ、連れてくトゥーンなんだよ。本当に。ほら、マメミー、ほら、ねえ、ホコなんだよ。やっぱり。俺、この試合は何にもやってないけど。ホコなんですよ。ガチホコっていうのはさ。キル、捨てじゃーん。ゾンビ、沼じゃーん。でも腕前上がってるんだよな。だから多分耐えないんだろうな、多分。俺、それだと思うわ、なんか。もうさ、さっきまでのなんか沼何だったの、マジで。ほんと？あのさ、沼が沼じゃなくて、沼じゃないのが沼なのやめてもらえませんかね、マジで。ちょっと伝わんないかもしれないですけど。この動画だけだと全然伝わらないかもしれないですけど、沼が沼じゃなくて、沼じゃないのが沼なんですけど。何なんですか、これ。僕があれなんですか？沼じゃしまくった方が勝てるんですか？もう、あはっ僕のこの前、ごめんよー、届かなかった。僕のこの前の解説動画の方が僕は絶対いいと思います。あの立ち回りの方が実況動画としてもいいと思うし、なんだろう、実況者としてもいいと思うし、世に出す上でね、いろんなこう、語り口の中でいいと思うし、ねえ、正直、あっちの方がいいと思うんですけど。でもさ、ぶっちゃけ言っていい？痛い。あの動画撮ってた時より、今の方が腕前ね、てか勝率いいんだよ。ほんと？なんでなの？はい！そこにローラーがいるのを倒して、そして、引っかかって、落ちて、さあローラーが突っ込んでくるよ。来ない。来ない。あ、来ないわ。ヤッキー。いや、来た！やだ、やだ、やだ！来ないで。はぁーん！あ、落ちた。あ、バッシュ。腕前が上がるから。どうなんだろうね。まあ、これが、なんだろう、そのガチホコの立ち回りとしては、あんまりよろしくない立ち回りなのかもしれないけど、ノバネオとしては、こっちの方が正しい立ち回り。で、その要は、俺がガチホコを持った時のガチホコのうまさと、俺がノバネオを持った時のノバネオのうまさで、その勝敗が要は分かれたとして、で俺のノバネオの方が勝率いいというか、まあなんつうのかな、うまいうまいっていうのかな、まあ俺のホコ持ちと俺のノバネオだったら俺のノバネオの方がうまいからゆえに勝率上がってんのかな。どうなんだろうね。ノバ本来の動きをすることによる強さっていうのそうなのか。逆にさ、俺がいつもいる位置にいる武器何が一番強いの？なんかもう、今日哲学すぎてやばいぞ、今日の動画。一番最初と一番、やべ。あーですよね。なんか最初と最後のテンションが違いすぎてキッズ、涙目すぎません。幼稚園から大学生まで網羅する動画。いいですね。社会人も網羅できる。社会人は笑って見てる。はい！いない。その辺に右にいる。その辺に右に行け。せーの、この辺。いない。いない。お、ラッキー。ラッキー。普通に何もなく前に持ってこれましたけど。でもそれでステージャーもやって、もう一回前行くわけでしょ。うん。ハマるとでもやったことなかった。だから、ハマった時の体感とかなんかね。ハマった時に、うわーやっべー、ステージャー強え、俺強え、ゾンビ最強、ウォーに。やっぱなりそうだもんね。楽しいよね、確かに。楽しいね。オールフォーワン、ワンフォーオールの中、ワン、犬かよ。なんつったらいいの？ワンフォーワンなのか。どっちかですよね。おぉ！本当に、何がいいのか。今のスプラトゥーン。あ、センサーついてた。ちょっと待って。あ、死ぬ、それ。はい。はい、はい、ラッキー。はい、ラッキー。はい、味方すごい。ナイス。はい、からの。はい、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 いいですね。ナイス、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 せーの。あ、ダメ、あ、ミスった。ちょん。そこにいるの知ってるけど出ます。そして死にます。もうここまで行ったら勝ちですかね。まあ、謎に、
深まるね。とりあえずさ、今日のコメント欄のコーナーいいですか、皆さん。なんか死んだ。今日のコメント欄のコーナー、なぜ、ステジャンゾンビ、沼ジャンが、この世界、増え続けるのか、痛い。ちょっとみんな、小論文で提出お願いします、今日のコメント欄で。今日のコメント欄で、小論文、何文字がいい何文字がいい ?300 文字ぐらいにする?だから、100何十文字とかだとツイッターと変わらないから。おー、ですよねー。危ない。やばいやばいやばい。ちょっと待って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 。こういうの良くない。こういうのは、こういうのは沼ちゃんとか捨てちゃんとか全然関係なく良くないからダメ。勝ちましたけどね。こういうのは良くない。じゃあちょっとそんな感じで、今日のコメント欄のコーナーは、タイトルもちゃんとつけてね。タイトル、小論文のタイトル。そして、小論文300文字。はい。そして一番最後に、ちゃんと、クラス、何年何組、誰誰、書いてください。で、それに対してみんなは、いいね、いいね。っていうコメント欄のコーナーでお願いします。俺にはわかりません。みんなよろしく。以上、モッティでした。バイバイ。勝った。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。3月24日、モッティの描いてみた選手権開催です。皆さんぜひこの右下のアイコンみたいな感じでモッティを書いて送ってみてください。詳しくはブロマがツイッターの方に載ってますんでそちらを見てね。ではまた明日、あったかくして寝ろよー。